はい、ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。8月4日金曜日ですね。おはようございます。疲れました。まあ東京天気もいいですよね今日も。ちょっと金曜日ってね、月曜日と金曜日ってじゃあ月水金ってのんびりしたいんですよね。みんな忙しいじゃないですか。あの宇野恒大さんっていう方が批評家の水曜日は働かないっていう本出してて素晴らしいなと思って。まあでも人によってね、その休みたい、土日に休みたいっていう人もやっぱいるし、本当に様々なんですよね。平日が休みたいって、僕は土日はやっぱ混むんで本当嫌で、平日に休みたいですね。みんなと違う行動してた方が絶対に得ですよね。混まないし、あ、そうそう、バチロレッテが始まりますね。斎藤さん、坂東さん、バチェラーが始まりましたね。いいっすね、バチェラーね。面白いっすよね。ニュースは特に名古屋グランパスサポーター77人処分。名古屋、僕はあの名古屋出身なんですよ。 でもなグランパスができた時はもう僕東京にいて、東京っていうか神奈川にいて、大学で、その後東京、まあ名古屋に戻ったこともあるんですけど、実はでもあんまもうグランパスでトヨタなんでね、そのなんか、あ、名古屋とトヨタってすごい遠いんですよ。だからもう行きたくないなっていうか、豊田市の人には失礼けど、トヨタなんか一回行ったんですけど、やっぱ遠くて、遠いし、なんかね、工場、トヨタ自動車の押し座元ですけど、なんかあんまりね、やっぱあれ、名古屋球場も中日ドラゴンズも名古屋ドームって一応名古屋市内なのかな、でもちょっと不便なところなんですよ。だから名古屋駅とか、そのやっぱ都心部に球場とか作った方がいいですよね。その無理する必要ないんだけど、やっぱりファンってアクセスいいとこ行きますからね。なんか神宮球場があるんですけど、東京、その神宮外苑っていうもんね、超高級セレブ住宅街なんですよ。まあ、人が住めないぐらいの高級なとこに球場があって、ラグビー、父のムービーやラグビーね、国がやってんのかな、あれで。やっぱりその野球がフラッとこう、なんていうんですかね、会社帰りに、名古屋球場はそうなんですよ。まあ昔、名古屋駅から歩こうとも歩けるんですよ。ちょっと遠いけど、別に、一駅ぐらいなんで、名鉄線でね。だから、名古屋球場にも戻した方がいいし、その、やっぱりね、都会にないとダメだと思いますね。なんか、なんていうんですかね、郊外の人も来るわけじゃないですか。だから郊外の人が、そのせっかく名古屋着いてね、その名古屋駅からまた遠いところに行くっていうのは、やっぱり帰りとか考えちゃうし、なんかそういうの考えたわけですね。都会じゃなくていいじゃんっていうけど、そんなことないですよ。やっぱり都市化したから、そういうスポーツも人口密度が高いところにあるから見る機会が増えるとか、そういうのがあるんで、その楽しければいい、田舎に作ればいいっていうわけじゃないですよね。だから何でも、美術館でも何でもそうですけど、そんなに世の中の人って暇じゃないんですよね。そのだから電車作る人とか、そういう建物作る人はこれぐらいやったらいいだろうって言うけど、やっぱり本当大都会からね、10分か20分ぐらいじゃないと、1時間かけて行く価値が本当にあるものだったらいいけど、実際にはみんなそんなにね、興味ないんですよ。なんかデートコースでちょっと行けたらとか、そういう気軽な、野球とかもその選手とか知らなくてもいいんですよ。チームも知らなくていいし、その夏のこの炎天下でちょっとビールを飲みながらね、たこ焼きとか食べながら、その野球をやってるっていう雰囲気っていうかね、このコミュニティっていうかね、そういうなんか文化とかね、そういうのを感じるっていうことが大事であって、そのトレードがどうとか大谷君がどうとか、そんな詳しくなくてもいいんですよね。その
まあ高校野球みたいなもんですよ。高校野球も応援はするけど、別にその風物詩としてもうすでにあるわけじゃないですか。そうあるべきなんですよね、スポーツとか芸術とかって。でそれがやっぱりここ人々の心を癒すし、その真剣にオタク的にねやってるっていうのはちょっともう娯楽ではなくなっていくので、娯楽っていう定義がやっぱりその軽くカジュアルにやる、そしてなんかできれば治安よく品よくビジネスもそれでできる方が人は増えると思うんですよね。そのあの一部のマニアに受けるように、そのどうしてもその偏っちゃうんですけど、それってねやっぱね広がりがないし続かないですよね。その今アイドルとかもね、そのチケット握手会とかあるけど、あれ何枚も買ってチケットをその握手何十回もするやつを増やしても、そういう人の方がやっぱ飽きると思いますよ。その場はそのね何十万とか費やして、それよりもなんかたまにアイドル見たいなとか言って、アイドルがやっているライブハウスでカフェができてとかだったら僕も行くけど、その熱狂的なオタクが応援してるとこを行きたくないですもん。たまには若い子が踊ってて歌を歌ってて楽しそうにやってるの見たいけど、臭いし、なんかそんな行きたくないですよね、その秋葉原。だからもっとなんていうんですかね、公園にあるみたいなパーク、そういう感じにした方がその広がると思うんですよね。高級ブランド志向はまあもう、でもブランド力って何かって話になっちゃうけど、高級志向はそれでいいんですけど、その文化とかその大衆パイを増やすであれば、そういうのはいらないのかなって思っちゃうんですよね、いつも。なんかまあね、いろんな考えがあるんで、歌舞伎町タワーか、ちょっと行きました。トイレね、入んなかったっすね。歌舞伎町では行ってきたんですけど、あ、休止。ジェンダーレストイレなくなるらしいっす。安心して使えないと。へぇ。4ヶ月で停止。ジェンダーの問題は、非常に難しい。僕がね、その若かりし頃、たまたま、知り合いの関係で僕か2丁目で、新宿の2丁目で僕もうこれ言ってんですけど、前の YouTube、バイトしたことがあります。もちろん男性が、同性愛者の男性が、まあ女性も来ててましたけど、まあ僕かっこよかったんで、そのまあね、そういう性的なそういう行為はなかったんですけど、まあちょっとね、短期間ですけどね、まあちょっとこう怖いもの見たさで、まあね、店の名前もまあ今はあるか分かんないしあれですけど、違うとこでバイトしてたらそういう店があるんで、夜だけ行ってくれないと、ただ酒を作るだけだからって言ったら2丁目で、で、そういう男性が多かったってね、その時給もその分良くてね、その、まあ、そのオーナーのね、がそういうのを商売やってたのは知ってたんだけど、そのヘルプみたいなので行ってたんですよね。で、まあ、そういう人たちの話とかね、そういう、好意的に思われたこともいっぱいあったし、で、トイレは共通だったんですけど、その、歌舞伎町っていう街が、僕、歌舞伎町ってそんな好きじゃないんですよ。新宿は好きなんですけど、3丁目とかね好きなんですけど、2丁目とかもね結構好きなんですよ。そのなんていうんですかね、ジェンダーレスだし、グローバルだし、自由度が高いっていうか、個性を認めるし、なんかあと新宿御苑とかね、新宿自体は、ね、すごい好きなんですよ。で歌舞伎町はやっぱり怖いですし、今も行くとやっぱりちょっと独特のね、だいぶもう歌舞伎町って映画、東宝シネマとかって、歌舞伎町タワーっていうね、その本当観光施設できてすごいことになってるんですけど、それでもやっぱ雰囲気ね、東横キッズとかいたり、やっぱり問題があるし、なんか日本のその経済や縮図を
表している。まあでもその夜の世界があるってことはやっぱりニーズがあるっていうね、その風俗風営法もねやっぱ緩いから歌舞伎町が存在しているわけで、まあそういった中でジェンダーレストイレ入ってはないんだけど、まあね2丁目があるっていうところもあるしね、そのすごい頑丈なトイレで、でもちょっとやっぱり嫌ですよね。これはもう完全に、まあ、4ヶ月で撤退で不評すぎたんでしょうね。で僕もあるんですよ、僕渋谷区とかが、まあ、ほぼ世田谷区なんですけど、渋谷区みたいな渋谷区なんですよ僕の活動エリア。ぶっちゃけで公共のトイレのね、あの役所広司さんのあのアカデミーあ、ね、なんだっけ、フランスのカンヌで、まあ、優秀主演男優賞もらったトイレ清掃なんで、それの舞台になったところなんですよ、渋谷区。いっぱいあるんですけど、それもジェンダーレストイレなんですよ、多目的トイレみたいな。使いづらいですよねやっぱね。あと女性が入ってたら逆に気を使うし、でやっぱり、ま、性的マイノリティな人はもちろん守らなきゃいけないんだけど、トイレに限ってはやっぱりもう男と女だけでいいと思うんですよ。やっぱり基本的に人数的には圧倒的にマイノリティだから男性と女性が多いので、でまあそういう人は我慢していただいて、その見た目で女性トイレとかやっぱり男性トイレとか行ってもらって、見た目がね本当にファッションとかメイクとかどうで行ってもらって、でまあその社会では別に普通に振る舞うっていうことが平等につながるし、僕パレードも今年ね行ってきました。たまたま出くわしたんですけど、そういうスマホにもね貼ってありますよ。そのこれね僕ね本当にその僕ねそういう名古屋にいる時からそういう東京に来てとかね、生徒でもそういう生徒いたし、僕高校の教育実習の時に担当がまあ同性愛者の先生だったんですよ。で僕が高校の時に高3の時にいて、で国語の先生ですね。もう今なんか他界されたみたいなんですけど、すごい、まあ、僕をすごい